なの姫路名物ってさ、うん、何が一番有名なんやろな。革製品とか、駅そばとか、明珍火箸とか、アナゴとか、食べ物ばっかりやん。でもお腹空いてきたんやけど、マジで。でもなんかこれっていうお土産物がないのってなんでなんやろな。確かに。なんやろ。浮かんだ疑問は今回もわらわと解決じゃ。地域の経済を支える上で非常に重要なものとして、その地域の名物、すなわち特産品と呼ばれるものがある。お主らは全国にどんな特産品があるか知っておるか。京都の八橋とか、岡山の備前焼きとか、愛媛の今治タオルとか、石川の輪島塗とか。そういえばこの間親戚に沖縄土産でシーサーの置物もらったよ。では姫路のお土産品と全国の特産品を比べてみて何か気づくことはあるかな。でもちょっと分からへんな。なんか全国で有名なものあんまりない気がする。確かにならば姫路の特産品について専門家の先生の解説を聞いてみるのじゃ。お願いします。ここからは先生の話をもとにわらわが解説してまいるぞ。姫路には昔から非常にたくさんの特産品があるそうじゃ。まずは伝統工芸品から紹介じゃ。和紙を丁寧に貼り重ねて作る姫路張り子をはじめ、柔らかいなめし側に独特のデザインが施されている姫革細工。白木の風合いと木目を生かした愛らしい手彫りの姫山人形。一つ一つ職人さんの手で丁寧に作られる姫路駒。甲冑を作っていた明珍家で代々受け継がれてきた伝統技術で作られる明珍火箸。播磨地方の藍染めを生かした白鷺染めなどがあるの。続いては地場産業の紹介じゃ。企画、三河ゼラチン、マッチ、鎖、ボルト、ナット、作業手袋、乾麺、菓子、ゴルフクラブ、製紙、いぶし瓦、練り物などじゃ。中でも姫路の革細工は多くの高級ブランドメーカーに製品を提供しておる。革の世界で姫路はお城に肩を並べるほど有名なのじゃ。さらに三河ゼラチンは国内シェアの 98%、 マッチは 90% を誇っておるさ。さて特産品についてさらに詳しく調べてまいるぞ。特産品にはいろいろな種類があって、地場産業や伝統工芸品から生まれているものが多くあるのじゃ。地場産業と伝統工芸品か。姫路だと明珍火箸とかは伝統工芸品じゃない？昔から作られてるものって感じなのかな。なるほど、少し理解が曖昧なところがあるようじゃな。ならば地場産業と伝統工芸品について簡単に整理しておくとしよう。まず地場産業というのは、特定の地域で地理的条件を生かして産地集団を形成している地方的色彩の強い産業のことで、伝統産業を含む地域もあるのじゃ。なるほど、その土地ならではの産業って感じ？そうじゃな。一方で伝統工芸品はその地域の気候風土や地形などから生活の知恵として作られ、地域で生み出される素材を元として伝統的な技術で作られてきたものを指す。また伝統工芸品産業の振興に関する法律での規定を満たした上で、経済産業大臣の指定を受けた工芸品であることも条件となっておる。法律とかあったんや。大臣に選ばれし工芸品、かっこいい。そしてありがたい。地場産業も伝統工芸品も共にとても厳しい条件をクリアしなければ認定されないものなのじゃ。難しい代わりに認定されることは地域にとって非常に名誉なこととなる。厳しい条件をクリアした
選ばれた特産品って感じだね。確かに伝統工芸品って熟練の職人さんが作ってるイメージがあるもんな。お土産は伝統工芸品を買っとけば間違いないってことか。そういうこと。実は姫路のように6つの伝統工芸品と12種類の地場産業が認定されている地域というのは全国的に見てもとても珍しくてな。姫路でお土産を選ぶのは難しいと言われるのは、有名なお土産がなくて選べないのではなく、むしろたくさんありすぎて一つに絞れないということなのじゃな。皆の者、誇るがよいぞ。そういうことやったんや。多すぎたんか。なるほどな。歴史を遡れば19世紀の初めには河合寸王という名家老が姫路城下の木綿商人と共に木綿会社を作り、木綿を特産品として直接江戸で販売しておった。また産業振興の一環として和菓子作りを奨励し、職人を江戸や京都に派遣して姫路銘菓玉つばきを生み出すなどの方法で藩の経済を立て直したという歴史も残っておる。それらもまた商人たちの力をベースに進められたのじゃ。姫路は商人たちの力で経済が支えられていたんだね。藩の経済を立て直すほどのヒット商品を生み出したのはすごいな。それが今も受け継がれて残ってるのもすごいな。玉つばきおいしいんよ。確かにあれは売れるわ。これらのことから姫路の経済力というのは目立った特産品に頼り外貨を稼ぐという方法ではなく、豊かな自然環境をもとに地場の資源を軸として庶民の高い技術と経営手腕に支えられてきたということが見えてくるな。きっとすごい職人や商人たちがたくさんいたんだろうね。私たちも頑張らないとね。しっかり勉強して地元に貢献できるような人になれたらいいな。みんなで頑張ろう。えいえいおー。今回はお土産物についての勉強じゃった。みんなはどう思ったかな。お土産って地域にとってめっちゃ大事なんやな。地域の経済を支える重要な収入源やもんな。今度旅行行ったらもういっぱいお土産買うことに決めた。絶対食べたいだけや。なんかお腹空いてきた。それな。みんなの成長も著しいな。わらわも嬉しいぞ。お土産物以外にも町の経済を支えているものがあるか調べてみるのも面白いやもしれぬな。では本日はここまで。さらばじゃ。ありがとうございました。